ングにぶつかる。接触、あかん、時間停止に。これ分解する直前や。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。謎のロケットを作って緑が変わった人を飛ばすだけのゲーム、カーバルスペースプログラム2。まともに飛ばせない親玉がここにいます。で、今日はどんなロケットを作ろうか考えていたんだけど、これ、後ろに見えてるこれをどうにかしようと思うんだよね。作り直すんか。宇宙へ飛ばしたいと思います。はい。その前に、前作った核熱エンジンパンジャンドラムのスペック見て驚いたんだけど、14.75トンもあります。そこらの戦車並みやん。しかも高さが13メートルもあって、実物の4倍くらい大きいんだよね。笑った？いや、笑うところないやん。75トンを飛ばすとなると、相当強力なロケットが必要になるんだよね。今は横倒しにした感じか。縦方向でも飛ばせそうなんだけど、接続強度の心配があったので、この方向で飛ばしますよ。で、姿勢を維持できるようにするため、大容量のバッテリーを乗せて、その下に、リアクションホイールという回転させることで向きを変える装置をつける。そんなんあるんやな。宇宙船とか人工衛星についてるんだよね。その下にいやらしく大容量燃料タンクをポイポイっと。なんて。おまけで間にエンジンを乗せておきましょう。その下に大きいエンジンと小さいエンジンを2つ。というかこんな乗せ方もできるんか。このゲーム、かなり自由度は高いよね。これだけだと重すぎて離陸できない。真っ暗で何も見えん。これ滑走路で打ち上げてるからね。なんで滑走路や。おっとっと、闇に隠れて倒れとる。ついでに点火。これ核熱エンジン原子力や。ちょ、なんか今飛び出したで。緑の人や。ちなみに私じゃありません。視聴者さんという設定です。いじりやめれ。なぜ飛び出したのかは不明なんだけど、視聴者さんはここに乗ってもらおうかな。むちゃくちゃや。前々回パラシュートが分離するという苦い経験がある搭載方法。あれはひどかったな。展開するか分離するかは 50% の確率だね。要するに言うわからんってことやろ。で、ここにデカプラーという分離機能がある装置をつける。そこに固体燃料ロケットをつけると切り離しができる。直接本体につけるとゆかりちゃんみたいにするとなっちゃうから注意だね。なんや。ロケット、正しくは弾道ミサイルなんだけど。え？結局はコストが高いんだよね、コストが。どうやったらコスパよく打ち上げられるのか。何？人を乗せて金を稼ぐしかない。待て、これ一人乗りの宇宙船や。ノーズコーンの代わりに宇宙船をつけて宇宙旅行をしてもらいましょう。さらにコスパよく先っちょに座席をつけて。やめとけ。誰かさんとは違ってパラシュートをつけておきます。はい、完成しました。多分世界初、大陸間弾道パンジャントラム、かっこ確熱しよう。カーバルというか視聴者さんも乗っとるやろ。誰か乗せないとコントロールできないからね。まあ一人も二人も一緒だね。うい。ちなみにスペックはこんな感じ。高さ45メートル、重量は1644トンもあります。重すぎや。サターン5に比べると半分くらいしかないからね。これ宇宙へ行くだけのロケットやん。違います、パンジャンドラムで攻撃する兵器です。それにカーバルを乗せんな。では行きます。点火。どう反応すればええんや。これ接続解除、発射。ゆっくり打ち上がった。発射成功だね。今回もくるくる回しとるんか。前作った感じだと回した方が打ち上げ成功率高かったからね。ここまで来たら行くしかない。ぶっちゃけもうこのくらいは余裕だよね。高度 900m。 あら、ちょ、爆発しとるやん。あれかな、固体燃料は一定確率で爆発する可能性があると聞いたことあるんだよね。接続が切れた的なことさっき書かれとったけどな。あかねちゃんの怪しい情報だと。なんや。多分固体燃料ロケットが原因だと思うんだよね。ちょっと角度を緩く再調整、分離しないようにしましょう。では行きます。ちょっと早速爆発しとる。どういうこと？バンジャンドラムこっち来るで。危ない。ゴミのように何か。ゴミ言うな。その後も呪われたように爆発するバンジャンドラム。なんかプルプルして爆発しとるで。今のはなかなか綺麗な飛び方だったね。飛び散っとるのは原子炉や。はい、バンジャンドラムをちょっと触ったら壊れなくなりました。もう全てが謎や。エンジン燃焼開始。
力 100% 発射。待て、ちょっと待て、ブースター残しとる。どういうこと？出ました、妖怪ブースター掴み。明らかに設計ミッション。謎の大胸筋を使ってブースターを離さないという妖怪だね。 NASA でもたびたび出現して恐れられています。皆さん普通に嘘ですからね。というか大爆発しとるで。これはひどい。言葉と表情を合わせた方がええね。といったところで何もできないんだよね。もうめちゃくちゃや。でもほら、視聴者さんがパラシュートで落ちてきてるね。完璧です。どこがや。謎の大胸筋も出てくるし、ずんちゃん疲れちゃったんだけど。どこに疲れる要素あるんや。そろそろ真面目に打ち上がってもらわないと動画的にまずい。今回は綺麗に発射できた。これね、ガチでランダムで爆発したりブースター掴み出るからね。仕込みやないんか。高度 4000m、いけそうや。軸も安定、完璧な打ち上げです。選ばれし視聴者さんも嬉しそうだね。生身で宇宙行くとか地獄や。ちょっと待て、傾いてきとる。これはまずい。姿勢制御。というか回転してるからどっちが上か下かさっぱりわからないんだよね。あかん、ぽっきり揺れてもらった。ぶっちゃけ接続してたのかわからないくらい弱い。どうするんや。もう何もできません。というかロケットの方は綺麗に飛んでいっとるやん。ボケる。と思ったらシュッと消失。どうなっとるんや。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、まともに飛ばないことが分かったので改良します。何回やっても高度 10km 以下でひっくり返ってあかんかったで。詳しいことは分かんないんだけど、マックス級という専門用語があって、速度による空気抵抗が最大になるところがそうなんだけど、それに差し掛かる手前くらいでダメになる感じなんだよね。軍事より宇宙に詳しい東北ズンコ。あとは重心だね。上に重たいものがあってひっくり返る気がする。どうするん。どうするって180度向きを変えて下にやるしかない。これ前作ったロケットやん。こうなるとメインエンジンは使えないから左右の補助ロケットに頼ることになる。この先っちょに固体ロケットを搭載。ロケットがプルンプルンにならないようワイヤーで支える。一緒に切り離しできるように注意せんとあかんな。はい、サクッと完成しました。ガチで大陸間弾道パンチャドラム、かっこ友人仕様。さっきも友人仕様やけどな。あれ、そうだっけ。全てをなかったことにする東北ズンコ。ロケットのスペックはこんな感じ。高さは 30m でかなり重心が低くなったね。で、今回打ち上げに応募した視聴者さん、自然の風を感じるオプションを選択してもらいました。はい。箱掘りで自然の風を感じる。何してんねん。ちなみにここの全員は自然の風を感じるオプション。アホなことすんな。カッコ無料。皆さんちゃんと契約書は読まんとあかんで。私は説明書も読みません。だから爆発するんやろ。エンジン点火。宇宙へ向けて発進。視聴者さん箱乗りしたまま行ってもうた。発射は成功だね。誰やまた下打ちしたの。高度 3700m。ちょっと傾いとる。そういえばチュートリアルで傾けて打ち上げる的なことを言ってたんだよね。ちなみに、言わないでおきます。これ視聴者さんどこ行った？心が綺麗な人にしか見えません。誰かさんはロケットすらも見えとらんと。くそ。高度 20km。待て、ここにおったで。どういうこと？こっちは真面目に作ったのにもっとちゃんとしてほしい。どの口が言っとるんや。ちなみに現在時速 4300km だね。あかんやつや。間もなく燃焼停止。下からの映像がひどい。高度 33km。分離。宇宙船も分離した。設計通りだけど多弾頭みたいになっちゃってるね。てか視聴者さんどこ行ったんや。宇宙船に戻れたという設定にしておきます。普通に空っぽやろ。まあそっちはどうでもよくて、こっち。まあ言うな。現在の高度 70km、 宇宙到達だね。あれか、ブースターの勢いだけでここまで来たんか。こっちの座席の視聴者さんも無事。無駄に8人も乗っとるやん。エンジン点火。姿勢制御開始。おお、まっすぐ向いた。高度 167km、 いい感じだね。ではそろそろ着弾地点を選択する。燃焼停止。これが飛行経路と予想着弾地点。この画面で進路を変えたりもできるんだけど、よくわからないのでこのまま行きます。ちゃんとチュートリアルやった方がええ。で、これがリアクションホイールだけの姿勢変更。結構ゆっくりなんやな。かなり重たいからね。右上のところが着弾地点や。高度 150km。第2弾切り離し。おお、綺麗に分離した。完璧だね。危なく忘れかけていたあれをやってみましょう。なんや。確熱エンジンで、パーン。
これ大丈夫か？大丈夫かは誰も知らない。構造の強度を知るためにやるしかない。せっかくなのでカットなしで見てもらいます。グワングワンしてきたで。エンジンの搭載位置が左右で微妙に異なるとこうなるのかな。あと構造も左右で微妙にずれてるんだよね。分解しそうやで。バテリングにぶつかる。接触、あかん、時間停止。これ分解する直前や。なんかあれだね、シティーズスカイラインのバグった電車みたいになってる。そして絶妙な位置にありました。こっちみんな、視聴者さん何かを悟る。時間再開。これはひどい。エンジン停止。あれ、分解しない。あかん。見てください、最大約 3200G となっています。どんだけや。こんな経験できませんよ。はい、賢いズンちゃんはちゃんとセーブしておきました。回転止める。停止というか宇宙だから回転止まんないんだよね。むけー、何ワロ天然気でも狂ったか。高度 47km。 何か飛んでいったね。これで飛んでいかん方がおかしい。昔あったツンデレ喫茶のメニューの出し方みたいな感じ。例えがわからん。高度 26km。 見てください、バンジャンドロームでもほなまされねえだ。もう知ってる人が少ない。えしれっと格熱エンジン吹かすな。これね、大気圏内で回すとすぐに回転弱まっちゃうね。かなり空気抵抗あるんかもしれんな。高度 2200m。 そろそろパラシュート開こうかな。おお、今回は普通に開いた。開ききらないけん、その前に回転止める。だって回転しないとバンジャンドラムって地上の人わからないよね。開いた開いた。見てください、パラシュート、奇跡のエグザイルコラボ。やめとけ。いつでも声かけてくださいね。かけるのが地域の老人会だけや。高度 40m。 着陸。おお、爆発するかと思ったけど耐えたで。えだから地上でエンジンかけるな。皆さんこれ原子力エンジンでヤバいの出てますからね。え、そうだっけ。説明しとったのは自分やろ。はい、ちょっとかぶった緑の人も無事に帰還することができました。今回は帰還エンドやな。分かったこととしては、意外と構造が丈夫だということ。中央で 3000G くらいは壊れん感じや。これを地上でどうやって高速回転させて走らせるかは今後の課題ということにしておきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは他では紹介されていないような軍事に関する内容からゲーム実況などを多く投稿しています。興味を持たれた方はぜひチャンネル登録してくださいね。では次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。